どうやったらプロに入りますか。なりたいって言いますか。売上げ筋になる。何々をする。バカにされてるのも言うようにしました。めぐる巨人への道。どうもこんにちは、新藤レッドヨシです。大輝です。さあ、めぐる巨人への道ね。まあとりあえずどうやっていけばいいのかなっていうふうにいろいろと迷ってまして、ただやっぱりね、いろんな方に聞くのが一番いいなと思うんですよ、大輝。そう思いますね。そうだよね、はい、やっぱいろんな方からのアドバイスによって、やっぱいろんな練習方法があったりとかね、やっぱそのどうすればいい、ああすればいいっていうのを迷わずにいけると思うんで、といったわけで、ね、今回ですね、なんと私、山口俊投手、はい、トロントブルージェイズ、あの方とですね、仕事したんです。その時にちょっとね、うちの子がねあのプレーゲー選手になりたいと言ってるんで、なんかアドバイスくれないかって言ったら、ちょっとご飯を食べながらでもよかったら話しますよっていうのを言ってくれて、ですごい、いやすごいでしょ、すごい、すごい中身濃いですから。もう本当に10分ぐらいなんですけれども、いろいろとお話をしてくれたので、早速ね、その模様をちょっとご覧いただきましょうか。はい、楽しみです。山口投手が素敵な話をしてくれてます。レッツゴー。ちなみにうち子供が、はい、小学校4年生なんですけど、山口さんの4年生の時って、はい、もうすでにスーパースターだったんですか。スーパースターではない、じゃない、全然スーパースターじゃないですね。野球はどうだったんですか。上手かったですか。一応もう上手い方は上手いですよね。はい、はい、抜けてたんじゃないですか。まだ4年生の時はそんな抜けてなかったです。その時はポジションどうだったんですか。ちょピッチャー、キャッチャー、ファーストみたいな感じです。なるほど、はい、その時になんかものすごく野球が上手くなる練習みたいなのやられました。僕の場合すっごい走らされた記憶しかないので。そう、お父さんに。はい、走らされたっていうのはどれぐらいの距離をどういうような感じで走ったんですか。200メートルぐらいの公園をまず20周から。そんなに。はい、4キロとかですか。はい、4キロ。4キロですね。もう小学校の時に。はい、時に。もう時間かかってもいいから、とりあえずノルマとして20周っていうところが始まって。それが今の下半身につながってるってことですか。あります。あとはやっぱり僕はもう相撲の四股だと思ってるんで。やっぱ相撲の四股ね。はい、股関節の柔らかさ強さっていうのは、僕はもうその、まあ、相撲も一緒にやってたんですけど、はい、やっぱりその四股を踏むのと、あとこのストレッチ柔軟の股割りですよね。はい、は僕はもう確実にちっちゃい頃からやってきた。それはもう幼稚園ぐらいから物心ついたら、その自分のちっちゃい話でやってたんで、あれは未だに生きてると思います。未だにやってらっしゃいます。やってます、やってます。やっぱ四股は大事ですか。四股は僕は大事だと思います。関節の柔軟性で、こう足ガーッと上げてバーンとこういうような感じですか。はい、基本その、まあ、ここが膝として、はい、でこの状態で終わるんですよ。はいはいはい、まあ、本当にこうお相撲さんみたいに上げて、はい、宝花みたいになるところですね。そうです、はい、あそこまで上げて、やっぱり上で 1,2 秒止める、はい、それが辛いですか。もう本当に10回踏めないです。なるほど、10回踏めないですもん。これはちょっと家帰って子供叩き起こしてやる。ちゃんとしたら多分10回踏めないと。しこね、はい、あれは絶対ですね。いいっすか。はい、あとすり足。すり足というのは僕の勝手な持論なんですけど、はい、よくそのガニ股はダメだって言われたりするじゃないですか。はいはい、まあ、もちろんガニ股良くないんですけど、でも人間の一番パワー出る方法ってやっぱりつま先ってガニ股なんですよね。なるほど、ハの字というか。はい、はい、じゃあそのゴロ取るときにこうやって取る人いますか。いないっす。こうじゃないですか。こうです、やっぱり。ということで、やっぱりここの動きの股関節が全部つながってきてて、そのすり足でやるっていうのは、はい、若干こう腰を落とさないためにですか。はい、腰を落として落として、まあ、90度ですよ。あ、90度で落として、はい、はい、で、スッスッスッ、はい、どれぐらいの距離ですか。まあ、僕はたまたま相撲でやってたんで、もう土俵一周やってたんですけど、はい、うん、まあ、1周とか、まあ、すごい何週もやってたんですけど、それを毎日やったんですよ。はい、まあ、うわ、まあ、それはもう相撲のトレーニングなので、相撲部としてやってたんで、うん、それはやっぱり生きてるなっていうのがあって。ちなみに野球以外だったら、はい、野球につながるスポーツって何があるんですか。はい、僕言われるのがやっぱりその柔道の一本背負いだったり。なるほど、それはもう投げ方、はい、投げ方、腰の使い方、はいはい、
まあ、ピッチャーで言えばそこが一番なんですかね。基本的に言うと剣道とか背筋使う、背筋使う、はい、水泳のやっぱりこの肩周りの股関節、肩骨周りとか、まあまあ、いろいろ言われるんですけど、でもたどり着くところってやっぱり下半身だと思うんですよ、ね、はい、ってことはやっぱりそういう僕は相撲 の, そのトレーニングがすごい理にかなってるのかなっていうのがあって、これはちょっとやらせます、はい、これでもピッチャーもバッターも一緒ですよね。僕は一緒だと思います。もう下半身がしっかりとしてれば、はい、要は軸がしっかりするってことですね、はい、もう絶対そうですね。特にやっぱり股関節、股関節周り、股関節周りで、股関節周りを鍛えるには、はい、もうやっぱり四股ともすり足、はい、もう僕はもうそこは絶対思います。ありがとうございます。もうこれはもう確実にやらせます。もうこれでちょっと巨人に近づきました、ね、まだ何にもやってないですじゃあ、もうあんまりあれなんで、あと2、3個だけちょっと聞きたいと思うんですけど、はい、体は大きかったんですか？あ、もうずっと大きかったですね。体だけ大きかったんです。それは、やっぱりご飯いっぱい食べてたからですか？ご飯めちゃくちゃ食べてました。父親、母親に、養えないって言われました。そんなにじゃないもうお前は養えないって、逆に、お前そんな食べるとバカになるぞって言われるぐらいです。そんなに？え、それは、ちなみに小学校のもう4、5年ぐらいですね。4、5年ぐらいには、はい、え、ご飯出てどれぐらい食べるんですか？大体もう焼肉とか行くと大ライス3倍にカルビ5人前とか。うわー体重どれぐらいだったんですか？それでも、あ、どこだったんだろうな、160センチぐらいあって、うん、あ、でも50何キロ、本当にワンパク相撲の全国大会出るような、はいはい、あんな感じです、ね、はい。でもそれが今に繋がってるんですね。繋がりますね。え、その時の、はい、夢は何なんですか？野球選手。相撲をやりながらもう横綱じゃなかったんですか？もう僕はもうプロ野球選手になるっていうずっと夢でした、はい、なるほど。で、ピッチャーとバッターとどっちを？まだそこの明確さはなかったです。なるほど。まだ二刀流したかったんです。それぐらいバッティングがやっぱ良かったから、はい、二刀流っていうのはやっぱり夢ですけど、はい、まあ、明確なのはなかったですね、はい、そっか、はちょっとこれはなんとなく、いや、トレーニングのやり方もいろいろと皆さんにちょっと聞こうかなと思ってたんですけども、もう自重ですもんね。そうですね。四股とすり足って道具使わないじゃないですか、はい、一切お金もかからないし、はい、それをやることによって下半身が鍛えられるから、自分の体を自分の足で動かせないと、うん、思いつかったところで動けないんですよね。簡単な話が、うん、例えばボディービルダーの人がバッティングして、うん、まあ、もちろん技術もあるんですけど、うん、そんな 160m 飛ばせるんですか、うん、やっぱりそうじゃない、うん、単純に、はい、っていうところなんですけど、はい、なるほど。ちょっと話が変わりますけど、はい、球を速く投げるのはどうすればいいんですか、はい、山口さん、ちなみに、はい、いつぐらいから球速くなったんですか？球ずっと速かったです。小学校6年生からずっと速いって言われてて、うん、そうなんですか、はい、っていうことはもう肩もめっちゃ強かったんです。なんで僕はすごい遠投してました。遠投、よくその言われるじゃないですか、はい、遠投のやり方も、はい、こんな山なりじゃダメだったと、ま、はい、っすぐ投げないといけない、はい、そこに関してはどうですか？僕は両方必要だと思ってるので。なるほど、はい、でこうしっかり体を使ってレベルさせてこのリリースの感覚を確かめる、はい、こういう遠投も必要ですし、はい、強度を上げて強いボールを投げるためにはその距離でもビュンってワンバンでもいいからこういったものが出るのも必要ですし、僕は両方必要だと思います。もうとにかく遠投、はい、毎日やっていいんですか？僕はいいと思うんですけど、僕は遠投毎日、今でも毎日なんで、はい、小さい時も毎日毎日も毎日です、はい、そうかやっぱり。でもよく言われるのは足の速さと肩の強さは遺伝だって言われてるんですけど、そこどうですか？そこ僕には分かんないですね。分からないですか、はい、それを言われるともう激震しちゃうんですよね。ですよね。遺伝なのかみたいな。そうなんですよ。僕もなんかそれだと何も言えなくなっちゃいました、はい、けど、うん、トレーニングで150キロは絶対出るとも言われてるんで、おお、はいはい、っていうようなもう話にはなってきてるので。なるほど。じゃあトレーニングではとりあえずスピードを上げろとか、はい、コントロールはどうですか？コントロールはもう自分、それも僕は反復練習だと思ってます。どういう練習をされてました？ちなみに
やっぱり僕傾斜を使ってシャドーピッチングですね当時。シャドーピッチング、はい、傾斜使って、はい、当時はシャドーピッチング。傾斜っていうのはどういう感じで作られるんですか。あの公園とかにあるとりあえずちょっとこう段になってるとか、なってます、はい、たまにこう山あるじゃないですか。あります、あります。そこ行ってシャドーピッチング、はあ、これちょっとためになりますね。あとはあの壁コンクリ、うん、あのブロック塀、ブロック塀、こう9個マスあるじゃないですか。あります、あります。あそこに自分で、まあ、スラッカードじゃないですけ どやって、ここ狙ってない、ここ狙ってない、やるって人も一人で、はい、ってなるとやっぱ自然と覚えるんですよね多分。その時はやっぱりもう技術論がないので、うん、どうやって投げていいかも分かんないですし、ただそこに投げることに必死になるから、それで意外とこう体が勝手に覚えるというか。やっぱお父さんも厳しかったんですか。割と厳しかったですね。その練習をさせることとかっていうのも結構スパルタ的な感じですか。めちゃめちゃ言われてました。まあ、野球選手になりたいって言ってて、うん、いやこれができないんで野球プロのスポーツに入るわけないだろ、うん、だったら勉強しろって、中途半端になるぐらいだったらまあ勉強しろ、もうどっちかっていうような袋の話なんですけど。やめたくなった時ないですか。あ、なかったです。はい、なんか逆に自分の父親が相撲やってたので、うん、なんか言っちゃった以上負けたくないなっていう。親父に負けたくないという、はいはい、まあ違いますけどスポーツは、うん、なんか見とけよっていう方が強かったです。なるほど。そのメニューみたいなのがあるんですか。それは自分で作るんですか、それともお父さんがこれやれやれだった。基本もランニングだけですね、走る、そこだけです。わかりました。もう今回のテーマは分かりました。とにかく体を表す、はい、とにかく体を作るには走るってことですね。もう僕は下半身、絶対下半身です。下半身、はい、あのうちの子供が小学校4年生なんですが、はい、あの山口さん、はい、どうやったらプロに入りますか。お願いします。何に入れるかですか。はい、最後の俺、はい、でも山口さんはプロに、夢はプロ野球選手、はい、で入れたわけじゃないですか。あのもうこれ僕の勝手なメンタル的な話なんですけど、はい、僕夢って嫌いなんですよ。はい、もうここはもうメンタルで、もうなる、する、なりたいじゃないですか。プロ野球選手になる、何々をする、もう僕はそれだけでした。はい、はい、こう言わない、僕は口に出さないと思い、あの叶わないと思ってるんで、私じゃんけんじゃないですけど、うん、目の前でももう、こう極力自分がやりたいことはバカにされてでも言うようにしてました。わかりました。はい、あの波の中の中なんですよ、実力が、はい、それでもなるって言っていいですね。絶対そっちの方がいいですよ。ありがとうございます。はい、よろしく思います。ちょっと勇気をいただきました。今年の開幕投手って12球団で軟式出身が10人だったんです。マジですか。ピッチャーは、え、中学時代は、じゃあちなみに何式だったんですか。もう中学校 の部活です。うわぁ、そうか、まあピッチャーをやらせるならば何式の方がいいのかもしれないですね。逆に侍ジャパンのバッターは、うん、ほぼ公式、バッターはだからこの2年間で彼がどっちに行くのかを考えて、ピッチャーとしてのセンスがないのならばバッター、バッターならばシニア、もしもピッチャーとしてのセンスがちょっとでもあるならば、これは軟式ということでよろしいでしょうか。そうですね。それでプロになりますか。山口さん、はい、あのもうこれもあくまでもあれが僕の勝手な一つあれなんですけど、もういい指導者の方に出会うことです。もう僕はそこがもうやっぱり技術もそうですけど8割占めてると思うので。なるほど。もう出会いですね。はい、もう体とかは別にして、うん、もういい指導者に出会えて、その子に合ったトレーニング練習ができるかなので、うん、それもチーム選び、はい、あとはそのどこにトレーニングを行くのか、うん、っていうところだと僕は思います。わかりました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。来年頑張ってください。頑張ります。よいしょ。ありがとうございます。いや、だからやっぱりいい指導者に巡り、やっぱ巡るも巡り合いたいですね。いや、そうだね。いや、本当にだから。そのためにやっぱりいろんな指導者の話聞くのありだね。いや、聞きに行こう。聞きに行きたいです。で、それぞれの価値観があると思うし、
それぞれが俺正解だと思うの、指導者って。だから、で、めぐるが一番合う指導者は誰なのかを選別させていただいて、そこに預けるっていう方がいいんじゃないかなと思う。話聞きに行きたいですね。聞きに行きたい。本当に気になります。まあでも指導者の人たちに見て、これを見てくれて、うん、なんていうの、指導方法変えてくれたりしたら、いい方向になっていくみたいなのはいいよね。この番組の、あ、このチャンネルの、で、意義として。今回やっぱり山口投手、良かったんじゃないですか。すごかったです。後輩の方とかにも結構ね、あの指導していらっしゃるらしいんですよ。でもそれがやっぱり話が分かりやすいから入ってくるよね。いやもう本当にもうプロ専門の方の言葉っても重みが違うなと。違いましたね。いやもうじゃまとめましょう。はい、めぐるにやらせることですね。まず一つ、うん、もうとにかく下半身、うん、特にそれは相撲の思考だっただね、うん、あともう一つメンタル面で言霊ですよね、うん、言霊、うん、口に出す、うん、そしてなる、する。なるほどね、そういうことか、うん、なりたいではなくて、うん、なるんだよね、絶対になるんだ、はい、そこはやっぱ我々も信じ続けるという、はい、その言葉がやっぱ出てくるよね。いやもう信じ続けるね、もういろんなことを信じ続けていきましょう、はい、さあといったわけで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。山口俊投手、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではこの後は、めぐるの動画でお別れしましょう。さよなら。めぐるが考えたボール落ちてくるシステムやるな。おお、ほんとだ、落ちてくる。すごい。